どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。毎週日曜日夜10時半スタート、降り積もれ孤独な潮ということで、早くもですね、もう第5話、これ10話まであるのかな、となると折り返し地点ですかね。ちょっとごめんなさい、今日ね、夜遅いんで、声を潜めてね、声ちょっとボリュームを下げておりますけど、聞こえますでしょうか。はい、だんだんね、いろんなことが明らかになってきて、徐々に見えてきてる感じですかね。なんていうか、こう、笑うマトリューシカもそう、一緒にデビューしている笑うマトリョーシカもそうですし、この降り積もれ孤独な潮も、なんていうんだろう、玉ねぎの皮を一枚一枚剥いていく、剥いでいくような感じで、こう展開していくミステリーっていうことで、まあね、全体的にこう進み、テンポはあまりよろしくはないんですけど、まあテンポあんまりよろしくないんだけども、きちんとドラマ性があるので、なかなかね、毎回毎回楽しみですね。面白く見ております。このね、夏クールは、まあ毎回言ってますけども、ミステリー系、考察系のドラマが非常にこの2本が強いですよね。面白いし、いやもう毎週がね、この夏クールは毎週この2つのドラマはね、めちゃくちゃ楽しみですし、実際にこのドラマ、評価も高いんじゃないでしょうかね。ただね、視聴率にはね、結びついていないみたいなんですよね。はい、こちらがね、ドラマ視聴率速報、ドラマンさんからのね、データいつもお借りしてるんですけど、笑うマトリョーシカは悪くないんですよね。比較的、こう、いい感じで推移している、ね、いい感じで推移していて、まだ第5話のね、データが出てないんですけど、なんで出さないんだろう。で、このね、降り積もれがですね、最下位なんですよ。で、視聴率なんですけど、ちょっと危険水域に入ってきちゃったかな。5.2、4.8、3.6が2回続いているので、ちょっと危険水域に入ってきちゃったかなって感じがするんですけど、まあ、裏番組がね、おそらくまあ、オリンピックとかがあるんでしょうけど、まあ、でもオリンピックがあるのは他のドラマも同じ条件ですからね。ちょっと低いかな。まあ、10時半なんで、かなり深夜帯に近いですから、まあ、低いのはしょうがないんですけどね。もうちょっと持ち直してほしい。まあ、内容は面白いですからね。見ている方はおそらくこれね、見ている人はみんな面白いと思って見てると思うんですよね。比較的こうね、引き込まれていく展開なんですよね。謎が謎を呼んで、誰を信用していいのかがよくわからないということで、そして今回はね、結構怪しい人物というか、ちょっと真犯人に近い人物が出てきましたけども、まずですね、まずカノンちゃんですよね。前回カノンちゃんは顔に傷を負った男に撃たれてしまったということで、死んではいないです。まあ一応ね、出血性ショックでしばらく気を失っていたんですけど、まあ佐伯仁はですね、どうもカノンちゃんにかなり入れ込んでるみたいで、まあなんとかね、カノンちゃんは、カノンちゃんをね、大事に思っているっていうか、もうほとんど恋愛感情みたいのを抱いてきてるんじゃないかという。カノンちゃんもカノンちゃんで、なんていうかこう、最近にね、気を引くようなことをしてますもんね。手を握っててくださいとかさ。なんかちょっとそれらしい、色仕掛けを駆使してきますよね。まあ、こういう感じのね、色仕掛けされちゃうと男はね、弱いですよ。僕もね、コロッと言ってしまう自信があります。しかしそこはね、やはり女性ですよね。カノンちゃんに入れ込んでる佐伯に対して、ゴミはね、なんかクールですよね。公私混同に気をつけなよって言うんですよ。最近に向かってね、彼女のことを大切に思うのはいいけど、公私混同には気をつけなよと。ゴミは、カノンのことをちょっと疑いの目を見てるんですよね。なぜなら、カノンの周りには常に死がつきまとっていると。確かに、彼女の周りでいろんな人がね、亡くなっている。彼女が動くことで、亡くなっているっていう感じはしますもんね。それにやたらとこう、事件に一番こう、関心を寄せていて、事件のことを調べようとしている。ということは何か、むしろ逆に調べるというか、まあ、
佐伯を含め他の人物、宗助とか他の人物人たちを誘導している感じもしないでもないと、非常にね、ここに来てちょっとこの容疑者候補、一連の事件のいわゆる黒幕ですよね、容疑者候補ナンバーワンに躍り出てきた感じはあるんですけど、まだ他にもね怪しい人物いるにはいるんですよね。まあそんなこと言うとね、ゴミもねちょっとなんか怪しい感じ出てきたなっていう気がしますけどね。今この中で、怪しい人物じゃなくて、もし犯人だったらサプライズ、大きく驚くっていうかね、サプライズ、大きなサプライズを得られるのは誰かといったら、もしかしたら今のところ今度ね、ゴミ、今までゴミはちょっとノーマークというか、まあゴミはないだろうなと思ってたんですけど、若干ノーマークでしたけどね、ゴミですね。彼女がもしかしたら黒幕である可能性もちょっとね捨てきれなくなってきましたよ。というのも今回まあラストである人物の正体が、わかるわけなんですけど、あの顔に傷を負ったし男というか、まあ、ちょっとね、あのサトゥルヌスの絵ですよね、あれを買った男がわかるんですけど、でね、僕ちょっとねノーマークでいたこいつなんですね。今回、ラストの方でこの鈴木純がですね、佐伯の後輩で何かとこう僕に任せてくださいよっていうね、なんか爽やかな刑事さんいたでしょ。で前回、まあ、怪我をして、まあ、ちょっと療養中ということになってるんですけども、鈴木は療養中ということで、でもなんかちょっとねそこら辺がね怪しくはなってきている、うん、まあでもねもしかしたらねこの鈴木純怪しいよねっていうのは結構皆さんも早い段階で思っね、あ目星をつけてた人も多いのではないかなと思います。僕はね鈴木純は、まあ、可能性はそれは捨てきれないけども、まあ、ちょっとねいくらなんでも材料、彼が真犯人とする黒幕であるとするちょっと材料が乏しすぎるので、まだこの時点ではねなかなか、それに彼がね、この鈴木純が黒幕だったとしても言うほど衝撃がないというか、って感じがするので、あんまりね僕としてはちょっとノーマークだったんですけど、がっつり絡んでましたね。なるほどこいつかみたいなね。ただ鈴木純が怪しいとこになるとね、まあ鈴木純がね黒幕っていうか、まあかなりのね首謀者、黒幕ではないにしろ真犯人ではないにしろ、まあ、共犯者だとすると、もうここゴミもちょっと怪しいのかなって逆にね、今まであんまりこうあんまりつながりがな、事件とのこの灰川邸の事件とのつながりなんて今まで全くなかったですからね、まあ、ちょっと怪しそうな動き、特にあのサトルヌスのあの絵にやたらと、あの絵画にやたらと詳しいっていうところは怪しいなみたいなちょっとありましたけども、まあそれだけですもんね。灰川邸とのつながりに関しては全く何もないので、まあそれに今回ね、まだ第5話ですから、なんかミスリードのような気もしますけどね。なんか鈴木純は、なんか愉快犯というか、この事件にものすごい興味や関心は示しているけども、灰川邸とはあまり関係がないのかなと、まあちょっとミスリード要因として、今回ちょっとこう事件を引っかき回すけども、別に彼は言うほど重要な人物ではなかったよみたいなねオチがつくのかなという。で今回ね宗助も何者かに襲われるんですけど、最終的に彼を襲ったのも鈴木純であることがわかるんですね。でカノンと鈴木純がなんか連絡取り合ってましたね、宗助を拉致して、どっか運んでるとこに、カノンがね、鈴木純に連絡をして、今どこにいるんですかみたいなことを言ってましたからね。この二人はどうつながってるんですかね。恋人同士なのか、それともたぶらかされているのか。で、カノンの言う通りに彼が動いているのか。だから単なるカノンのことが好きで、
カノンに利用されてるだけかもしれないですね。なんかここで鈴木がね、もう一連の事件の、まあ、かなり重要参考、重要なね、黒幕に近い人物だと面白くないんで、まあ、カノンにこれ誘導されているのかなっていう。まだ第5話ですからね。次回彼がね、犯人であっても、まあ、正直はまあ面白くはないですね。で、今回もね、現代パート出てきますけど、全然見えてこないですね。過去パートとの、この2017年とのつながりがですね、全く見えてこないんですよ。で、現代パートでも出てくるのは、この子だけですよね。今のところ、この子だけ。彼女は、この、沖島麻也に、まあ、取材っていうかね、インタビューを申し込んでいる。あと、まあ、佐伯仁ですよね。今のところ、現代パートで、顔が出てきた、登場してきたのは、佐伯仁と、この沖島麻也だけなのかな？他いましたっけね？ちょっとわかんないんですけど、まあ、どちらにしてもまだね、この月島美久のことがね、全くわかんない。どこに行ってるのか、どうして立夏の、タトゥーをつけているのか、でそもそもこの灰川邸との、灰川十三との関係はどうなのかっていうね、ここら辺がね、今のところ全くまだ見えてこない。あと、タケルですよね。神代タケル、上白タケル、神代タケル。今回もね、前回いろいろとこの親も出てきて、長谷京が出てきましたけども、今回まだね、このタケルの、タケルに関してはね、全く触れられることがなかったですね。今回出てきたのは、この二人出てきました。沖島麻也が出てきました。で、宗介は拉致されましたっていう感じですよね。この二人もね、ちょっといつもよりは多めに出ているんですけど、あんまりね、存在感がないんですよね。で、ちょっとね、よく分かりにくかったのは、まずね、宗介なんですけど、宗介はね、自分の父親のことを調べるために、父親の親戚、いわゆるおじさんのとこ行くんですよね。親戚か、おじさんというか親戚のとこ行くんですよ。父親の親戚のとこに行くんですけど、その、親戚のおじさんがね、言うには、やっぱりこの、お父さんのお父さん、つまり、宗介のおじいちゃんにあたる人もかなり怖かったと。気性が荒くて、彼の DV お父さんも実は父親にその祖父から、ちっちゃい頃にかなりのひどい暴力を受けていたと。でその、おじいちゃんからお父さんが暴力を受けて、そのお父さんが、宗介たちに暴力を振るっていたということでね、やっぱりこういった DV 暴力っていうのは引き継がれていくのか遺伝していくものなのかっていうね、まあ、どうなんですかね、遺伝なんでしょうか、まあ、環境なのか、ただの環境なのか、環境問題なのか、家庭環境の問題なのか、それともやっぱりこう遺伝していく、こういった暴力性っていうものは遺伝していくんですかね、まあ、実際のところね、よく分かってない。でもね、なんかね、以前なんかそういったちょっと専門書の脳科学の専門書読んだんですけど、いやなんかねちょっとね、やっぱね遺伝していきそうな感じらしいですよ。ただこれね、ちょっと偏見とか差別問題になってしまうんで、これ明言はできないんですけどね、これ言っちゃいけない、言ってはいけないことなんですよね、遺伝するっていうのは。DV とか暴力っていうのは遺伝するってことは今どうもね言ってはいけないことらしいですよ。でもね、なんか遺伝するっぽいですよ。よくわかんないけど。はい。で、あとね、今回の一番の謎がですね、謎というかよくわかんなかったのは、カノンがですね、まあこのみんなが集まって、この灰川十三の遺骨をですね、灰川は生前に自分が死んだら、遺骨の灰をこの灰川邸の洋館の庭に撒いてほしいって言われてたんですよ。だからカノンたちは、灰川十三の骨をですね、盗んでですね、それをね粉々にして粉にして、みんなで、灰川邸の庭に実際遺言通りに撒いたんですね。でその時にカノンは一輪の花を見つけるんですよ。それがね、造花なんですね。ユリだったかなんだかちょっと忘れちゃったけど、造花なんですよ。
で、その花は花びらが5枚しかないはずなのに、なぜか6枚あるわけです。で、1本見つけて、なんでカノンはその後またその花を探そうと思ったのかよくわかんないんだけども、まあ、とりあえず探してみたら全部で6本あったわけですね。カノンをね、6本のその造花を見つけた。果たしてこれがね、灰川十三が生前にそこに置いていたのかどうか、ちょっと誰が置いていたのかってのよくわかんないんですけども、まあ、とにかく、6本の造花がこの灰川邸の庭に置かれていたわけですね。で、それをですね、その置かれていた地点を結んでいくと正六角形になるんですよね。うん、カノンがね、正六角形であることに気づくと。で、その正六角形を全部結んで、対角線を全部結んだその中心ですよね。そこの中心の部分を、穴をね、掘って埋めてみる、穴を掘ってみると、なんとそこに箱が埋めてあったんですよ。で、その箱を開けてみてると、箱を開けてみると、ノートが入っているわけですね。どうも日記のようです。はい。ちょっとかなりね、ここちょっと突飛でもないとか、なんか今日いきなり、こんなね、花が置いてあって、そこを結んで六角形になってて、そこにこう、かのんちゃん気づいて、で、その中心線、対角線の交わったところに、穴を掘るっていうね、ちょっとないきなりなんか、なんでそうなるのみたいな。なんでそこに何かが埋められてるって思ったのみたいなね。なんかちょっとね、よくわからなかったんですけど、はい。それもね、かのんちゃん、ご丁寧に、灰川邸の俯瞰図ですよね。衛星写真か何かかな。衛星写真を写して、その、造花が置いてあったとこに、印をつけて、そしたら六角形で、その六角形の中心を確認して、場所がどこであるか。で、そこの部分を掘ってみたら、箱が出てきて、箱の中には、灰川の日記が入っていたわけですね。で、その日記をですね、かのんちゃんは佐伯に渡すんですよ。で、佐伯はその日記を読むわけなんだけど、そこにはですね、若き日の灰川十三の、まあ、過去といいますか、いきさつ、日記がね、したためられていて書かれていたわけですね。で、灰川十三は子供がいるっていうふうな話があったじゃないですか。で、実際ね、やっぱり子供がいたようなんですね。日記に書いてあるんですよ。じゃあ、母親は誰かっていうと、灰川十三は、まあ、ある女性とね、知り合うわけなんですが、その女性というのも、DV 夫から今逃げてきている、まあ、女性で、まあ、ひょんなことから、この二人は知り合って、で、なんだろう、やっぱりこう、お互い傷を持ち合う、同じ傷を持っているから、まあ、お互い良き理解者になる、ということで、まあ、おのずと恋愛関係になり、で、この二人の間に子供が生まれるんですよね。はい、その子供が生まれて、で、ところが、この女の女性の方は、DV 夫とまだ離婚していないんで、まあ、灰川十三とその女性の間に生まれた子供は、その DV 夫との子供っていうこと、戸籍上、やっぱ法律上なるわけですよね。うん。だから、二人は、まあ、とにかくこの DV 夫に見つかってしまうことが一番彼らにとっては恐れていることなんで、まあ、しょうがないんで、二人は出生届を出さずに、その子供を産むんですよ。で、その子供の名前が、ジュンって言うんですね。はい、ジュン。鈴木ジュンです。はい。つまり、灰川、十三の子供は鈴木ジュンだったということがね、今回分かったわけですよね。ただ、まだ第5話ですから、まあ、彼が一連の事件の首謀者とか黒幕っていうのはまだちょっとね、やっぱりミスリードじゃないかなと思うんですよね。まあカノンか誰かに利用されていたのかなとかちょっと思うわけですけども、まだねタケルがどうなってるかっていうのもねまだ分かってませんから、まあ、どっちにしてもね、鈴木純ということで、
主人公佐伯の身近にいたっていうね、これが果たして偶然なのか何か作為的なものなのかっていうね、ちょっとわかんないですね、そこら辺はね。偶然この、警察で偶然彼は巡査になっていたのかっていうね、灰川邸の事件の息子、灰川十三の息子がここに潜り込んでいたのは偶然なのかどうかってことですね。そして、ラストの方で宗助が襲われて、その宗助が拉致される。で、拉致したのも、鈴木純で、まあ、鈴木純としては宗助を拉致して何をしたかったんですかね。で、あとこのサルトゥヌスの、サルトゥヌス、あの黒い絵、ゴヤの黒い絵ですよね。悪魔じゃない、神の絵ですね。あの気持ち悪い絵。あれを買い付けたのも鈴木純だっていうことが、まあ捜査で、佐伯純とこのゴミの2人の捜査で、まあ、分かるわけですね。はい。だからこそあのサトゥルヌスの絵にめちゃくちゃ詳しかったという。あ、そういえばあのフェルメールの絵、前回僕あのフェルメールの絵を考察したと思うんですけど、やっぱ正解でしたね。あのフェルメールの絵というのはベアトリーチェ・チェンチっていうの肖像画という絵をからオマージュ、インスパイを受けて描いたんじゃないかっていうね、非常に似ている絵なんですけども、でそのベアトリーチェ・チェンチっていうのは親から、父親から性的虐待とかを受けていて、そのお父さんを殺してしまったっていうね、それによって彼女は処刑されるわけなんだけども、その彼女の肖像画が殺される処刑1日前に描かれた絵ではないかって言われてるんですよね。で、その絵とフェルメールの、耳飾り、真珠の耳飾りの少女の絵がすっごく似ているっていうことで、フェルメールはそのベアトリーチェ・チェンチからそのパクったというか、インスパイアを受けてあの絵を描いたのではないかと、そういう、まあ諸説ありますけど、まあそういう俗説ですね。確かに似てるんですよね。はい。まあだから、まあ前回僕のこの考察はどうも当たっていたようです。っていうか、まあ別に考察でも何でもない、知ってればね、みんな思いつくっていうか、まあそれしかね、あの知ってるか知らないかだけの問題ですからね。ベアトリーチェ・チェンチの、逸話を知ってれば誰もがねそこに行き着くとは思うんですけども、まあどうなんだろう、あんまり知られてないのかな、あの逸話は。あのウィキペディアとか見るとね、あのちゃんと書かれていますけどね。はい、結構有名な俗説、逸話ではありますけども、さあどうなっていくんですかね。とりあえずちょっと次回の予告編も見てみましょうかね。はい、8月11日楽しみですね。2024年、2024年記者の森は刑事課のゴミアスカを訪ねていた。2017年に起きた灰川邸事件について話を聞こうとするは、ゴミはあんな終わり方をした事件のことは話したくないと言って、あんな終わり方ってどんな終わり方をしたんですかね。時は遡り2017年、宗助は刑事の鈴木純に捕らえられていた。鈴木を睨みつけた宗助は、お前は誰だと問いかけると。でもあの鈴木純は顔にね、やけどを負ってませんからね、顔にやけどを負った人物ではないですよね。一方、佐伯とゴミは灰川邸に飾ってあったサトゥルヌスの絵を購入したのが鈴木であることや、灰川が描いたと思われる日記に純という子供がいたことが記されていたことを改めて上司の河合に報告する。佐伯は鈴木の身柄を確保すべきと訴えるが、上層部からは確実な裏付けが取れるまで鈴木の件は伏せると言われてしまい、どうなんですかね。まあ、とにかくサトゥルヌスの絵を購入したのが鈴木純っていうことがもうはっきりしたので、それがあの灰川邸にね飾ってあった絵ですから、まあ、ここで警察は灰川邸の事件と鈴木純とのまあ関連性をね、ここではもう無視することはできないけども、まあ、ただちょっとそれだけで、鈴木純が灰川邸の事件とね、今回の一連の事件と直結するっていうのはなかなかちょっとまだね、
何とも言えないということで、確実な裏付けが必要という、うん、あとまあ警察の威信の問題、メンツの問題もありますからね。警察内部からそんなね、真犯人首謀者がいたなんてなったら、まあ、警察としてはねとんでもないことになりますから、まあ、一応こう慎重なね、姿勢ということで、まあ、基本的には隠蔽します、鈴木の件は伏せるということですね。どうなんですかね。これあれですかね、僕ちょっと原作漫画を一切読んでないんでわかんないんですけど、原作漫画がもう鈴木なんですか、ここら辺は。やっぱり鈴木が絡んでくるんですかね。ただね、まだ原作が漫画終わってないので、で今回このドラマはオリジナルストーリーになるらしいですよね、ラストに関しては。まあどこら辺まで原作がね、進んでいるのかってちょっと僕もよくわからないんで、やっぱりあるんですかね、ある程度原作に忠実なんですか、ここら辺までは。第何話、今第5話ですけど、まだここら辺も原作で描かれてることなんですかね。ちょっとね、本当に原作を知らないから何とも言えないんですけど、はい。まあ別にね、原作知らないで見ていた方が楽しめるっちゃ楽しめますけど、まあ別に原作読んでいてもね、ラストは原作に描かれてない決着をつけるみたいですからね、オリジナルストーリーらしいですから、原作を読んでる方たちも十分に楽しめるのではないかなと思うし、まあ、そもそも面白いですよね、このドラマね。毎回毎回、続きどうなるんだろうって、僕はすごく気になりますけどね。ただね、視聴率がね、なんでこんな低いんだ？オリンピックにしてはちょっと低すぎるんですよね。まあ、10時半からスタートっていうのもあるんですけど、もうちょっとね、持ち直してもいいような気がするんですけどね。見てる人たちの評価はね、悪くないと思うんですよね。個人的にはね、めちゃくちゃ楽しみなんですけど。さあ、皆さん、誰が犯人だと思いますか？まだちょっとね、顔に火傷を負った男の正体がね、まだよく分かってないんで。あれは一体、あれは特殊メイクか何かで、その、顔に火傷みたいなのをやったのか。なんかでも一人の、なんかあれですよね、一人称の視点で、やけどの男がどっかでこう、暴れまくる、なんか、めちゃくちゃこう、暴れまくるシーンありましたよね。怒りで、怒号の声を上げていた。あの顔に傷の、あの、やけどの後の男と、鈴木純との関連性も、ちょっとよくわかんないですもんね。でも、やけどの男が鈴木純を殴りましたよね。怪我を負わせましたよね。あれももしかしたら演技だったのか、それとも本当に二人は敵対関係だったのかってことですよね。顔にやけどの男の狙いは鈴木だったんですかね、あの襲ってきた時は。まあカノンはね、たまたま撃たれちゃいましたけども、あれはまあ事故であってハプニングであって、本命は鈴木だったのかもしれないですね。どうなんだろう、まだちょっとね、なかなかね見えてこない。正直鈴木純はね、僕はあんまりマークしてませんでした。はい、ここに来て急にね鈴木純が出てきましたからね。そっか、相川十三の子供が誰かっていうことを考えていくと、まあ鈴木純ってことになるのかな。まああの相関図の中ではね、相川の子供、本当の子供って言われたら鈴木純もしくは月島ぐらいしかないですからね。案外月島と鈴木純、この関係も気になるところですよね。この月島とこの鈴木純の関係性も、もしかしたら兄弟かもしれないし、何かね、この2人にはおそらく関係があるんでしょうね。はい、まあそんなわけでね、今のところ僕もね、まだね、正直、考察したいところではあるんですけど、まだまだね、まだ見えてこないですね。
で、僕言いましたよね。あの、千堂信子、宗助のお母さんですよね。千堂信子演じる宗助のお母さんが一連の事件の真犯人ではないかって、言いましたけどね。どうなんですかね。ちょっと自信がなくなってきましたよ。はい。まあそんなわけで、まあ今後もね、このドラマを追っていきたいと思いますので、皆さんぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。